立憲民主党民友会の杉尾秀哉です。ただいま議題となりましたいわゆる IR 整備法案について会派を代表して質問する前にまず冒頭申し上げます。先ほどオウム真理教事件の松本智津夫死刑囚ら元幹部の死刑が執行されたというニュース速報がありました。改めて一連の事件で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、すべての被害者ご遺族の皆様にお見舞いとお悔やみを申し上げます。では質問に入ります。安倍総理、あなたは一体いつまで総理の座に居座り続けるつもりなのでしょうか。あなたは憲法を変えて歴史に名を刻みたいのでしょうが、すでに憲政史上まれに見る嘘つき内閣、ごまかし内閣として立派に名を残しました。もう十分です。即刻やめてください。私や妻が関係していたら議員も辞める。学部新設について理事長と話したことはない。今国会で大見えを切り、自己保身のためについた小さな嘘のはずが、他人を巻き込み、忖度を生み、行政を歪ませ、文書を改ざん、隠蔽させ、自殺者まで出したのです。我が国の最高権力者であるあなたと昭恵夫人は、あまりに権力に無自覚でした。それだけで職を辞するに十分値します。いや、それでも、盛りかけ問題は小さな嘘なのかもしれません。あなたが次々と繰り出してきた異次元金融緩和、成長戦略、少子化対策、北朝鮮拉致問題、日露領土交渉などなど、どれ一つとってもやってる感を見せるだけで具体的成果に乏しい。まるで政権運営そのものが大きな嘘としか思えません。あなたは頻繁に外遊し、外交の安倍を自負していらっしゃるようですが、その内実を見ると、ただただアメリカのトランプ大統領に付き従うだけ。しかも、北朝鮮との対話は意味がないと豪語し、世界に北朝鮮との国交断絶を求めながら、米朝会談が実現し、日本は蚊帳の外と批判されるや、今度は手のひらを返すように、日朝首脳会談をやりたいと言い出し、金正恩委員長を指導力があると持ち上げる。そもそもあなたには外交ポリシーがあるのですか。これでは完全に北朝鮮に足元を見られるだけではないですか。そして何より、拉致問題解決と被害者全員の帰国の見込みは本当にあるのですか。大衆は小さな嘘より大きな嘘に騙されやすい。これは麻生財務大臣がよく引用するかのヒトラーの言葉です。為政者の大きな嘘はこの国の行方を誤らせる元凶だということにあなたはお気づきでしょうか。こうした安倍政権の嘘とごまかしは今回議題となっています。IR カジノ法案もまさにそうです。そもそもなぜ今国会の会期が大幅に延長されたのか、その目的は過労死を増やす働き方改革と、ギャンブル依存症を増やすカジノ法、そして党利党略そのものの選挙制度改革です。この政権が考えているのは、自分たちの延命だけで、国民の命や健康を守る意識が全くありません。まず、大多数の国民が反対し、数々の懸念を置き去りにしてまで、衆議院の委員会で強行採決された本法案には立法事実がありません。にもかかわらず、なぜ本法案を無理やり今国会で成立させようとするのか。総理、安倍政権には他に成長戦略の目玉がないのか、それともカジノ産業を有力スポンサーにするトランプ大統領との間に密約でもあるのでしょうか。私にはあなたがカジノで経済成長というお得意の夢物語を国民に振りまいているとしか思えません。政府の説明によると、カジノを作る目的の一つは、世界中から観光客を呼び込むことです。ところが、外資系銀行や誘致自治体の試算では、8割前後を日本人客と見込み、政府の想定とは明らかに大きく違います。加えて、今やアジアのカジノ市場は飽和状態で、外国人旅行客の意識調査を見ても、日本にカジノに行きたいという人はわずか 7% しかいません。こうした状況の中で、カジノ最高発の日本が、どれだけ海外から客を集められるか極めて不透明です。そこで石井大臣に伺います。海外旅行客の割合はどれぐらいと想定しているのか、また経済効果をどう試算しているのか、具体的にお示しください。そもそも人の不幸を前提にするカジノはゼロサムゲームです。経済学者のサミュルソンによれば、新たな価値を生み出さない無益な貨幣の移転でしかありません。それどころか、正の効果を上回る負の効果が大きすぎる、限られたパイを奪い合うカニバリズム、共食いが起きるというのがカジノの実態です。
カジノ誘致に成功した都市とそうでない都市、それから施設がある地域とそうでない地域、IR はこうした格差を生むだけで、全体的な地方の活性化には全くつながらないのではないでしょうか。さらに、IR がこければその地域がこける。アメリカのアトランティックシティや韓国のカンウォンランドを見ても、カジノ依存の経済構造がいかにいびつか明白なのではないですか。総理、お答えください。加えて、今から予想される海外の大手カジノ事業者の参入で、日本そのものが食われる側に立つ。30% の納付金を除けば、日本から海外にマネーが流出するだけではないのでしょうか。石井大臣、明快な回答をお願いします。こうした負の影響の最たるものは、ギャンブル依存症がさらに広がることです。日本は世界一のギャンブル大国と言われ、20兆円産業のパチンコ代は、実に国民25人に1台の割合であります。そこに賭け金が桁違いのカジノが入ればどうなるのか。カジノで実に106億円もすり、関連会社の金を流用して実刑を受けた大王製紙井川元会長の著書、トケルが描くカジノ地獄は決して一言ではありません。現に海外のカジノ業界は、こうした日本と潤沢な個人資産にターゲットを絞っています。例えば、ラスベガスサンズのトップ曰く、日本は賭け事が好きな国で東京は最高の場所、100億ドル、約1兆1000億円を投資すると、このように豪語しています。そこで安倍総理に伺います。世界最高水準のカジノ規制で万全を期すと総理は発言していますが、1回6000円の入場料と週3回28日間に10回までという規制のどこが世界最高水準なのですか。そもそも24時間営業可能なカジノに週3回も通うこと自体がすでにギャンブル依存症状態ではないでしょうか。そして何より、井川元会長が言うように、最も有効な依存症対策は、カジノを作らないことではないでしょうか。こうした疑問点に加えて、本法案ではカジノ施設の面積など、骨格に関わる331にも及ぶ項目が、国会審議に諮られず、政省令などに委ねられています。例えば、カジノ事業者が条件付きで客に金を貸せるようになりますが、これは借金してまで賭博することを奨励するもので、絶対に容認できません。そこで石井大臣に伺います。パチンコにも公営ギャンブルにもないこんな制度をなぜ認めることにしたのですか。これでは国民がギャンブル依存症に陥る危険性を高めるだけではないですか。さらに問題なのは、これも政令で定められるカジノの面積についてです。当初の与党協議では1万5000平方メートル以下とする基準が示されたようですが、これがいついかなる理由で削除されたのでしょうか。また、与党合意では IR 施設の延べ床面積の 3% 以下とされていますが、IR を大規模にすれば世界一の巨大カジノを誕生させることができます。その可能性を否定できますでしょうか。これ以外にも、この法案については、民営カジノの合法性、つまり、目的の公営性や運営主体の性格など、刑法で禁じられた賭博罪の例外となる要件を満たしているかや、監督機関であるカジノ委員会のあり方とマネーロンダリング対策、さらには、治安悪化や青少年への悪影響の防止など、議論すべき重要な論点を数え上げればきりがありません。そして最後に指摘しておかなければならないのは、政府・与党が法案成立を急ぐ背景についてです。なぜ今国会で成立させようとするのか、その政治的意図は見え見えです。総理、大阪に万博とカジノを誘致したい、維新の会の取り込み、そして来年の選挙に影響を与えたくない公明党への配慮があるからでしょうか。この点について石井大臣にも伺います。今国会での成立は公明党から要請したのでしょうか。それにしても、一体この政権はどこを向いているんでしょうか。こうした政治的思惑を優先させ、あえて国民を不幸にする危険を冒してまで、博打を認める国のどこが品格ある国、尊敬される国なのでしょうか。安倍総理、あなたには美しい国を語る資格などありません。おととしの臨時国会で
IR 推進法を実施投票にした公明党の皆様と、すべての与野党議員の皆様に、良心に訴えまして、私の代表質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。内閣総理大臣、安倍晋三君。筋を議員にお答えいたします。内閣の今後についてお尋ねがありました。選挙で国民の皆様にお約束した政策を一つ一つ実行に移し、結果を出していく、これがこれまで5回の国政選挙を通じ、国民の皆様から力強い支持をいただいた安倍内閣の責任であります。今後、公文書管理の徹底など、行政に対する信頼回復に全力で取り組みながら、内閣一丸となってひたむきに政策実践に邁進し、国民の負託に全力で応えていく決意であります。北朝鮮問題についての外交ポリシーと拉致問題の解決についてお尋ねがありました。4月のマラダゴでの日米首脳会談で、私からトランプ大統領に対して、米朝首脳同士の合意を署名文書で残すことを提起した結果、今回の米朝首脳共同声明は、首脳間の合意を署名文書の形で確認した重みのあるものとなり、北朝鮮の非核化に向けた土台となりました。このような形で、金正恩国務委員長がトランプ大統領に直接完全な非核化を約束した意義は極めて大きいと考えます。拉致についても、トランプ大統領がマラダゴでの首脳会談や、米朝首脳会談直前のワシントンでの首脳会談で伝えた私の考え方を直接、金正恩国務委員長に伝えてくれたことは大きな成果であります。このようにトランプ大統領とは常に綿密にすり合わせを行って北朝鮮問題に取り組んできており、トランプ大統領に追随するだけで外交ポリシーはあるのかとの比較は批判は全く当たりません。拉致問題について誰を拉致しているのかを知っているのは北朝鮮です。北朝鮮は知っていることをすべて話し、そしてすべての拉致被害者を一日も早く日本に帰国させなければなりません。これには大きな決断が必要です。日朝でも新たなスタートを切り、拉致問題について、相互心という殻を破って一歩踏み出したい、そして解決したいと考えています。北朝鮮とは最後は私自身が金正恩国務委員長と向き合い、日朝首脳会談を行わなければなりません。そしてこれを行う以上は、拉致問題の解決に資する会談としなければならないと決意しております。本法律案の必要性や成長戦略、トランプ大統領との関係についてお尋ねがありました。日本型 IR は国際会場や家族で楽しめるエンターテインメント施設と、収益面での原動力となるカジノ施設とが一体的に運営され、これまでないような国際的な会議ビジネス等を展開し、新たなビジネスの起爆剤となり、また世界に向けて日本の魅力を発信するまさに総合的なリゾート施設であり、我が国を観光先進国に引き上げる原動力になると考えております。今後、成長戦略の一つとして、魅力ある日本型 IR を実践するために、依存防止対策などの課題に万全の対策を講じながら、世界中から観光客を集める滞在型観光を推進してまいります。なお、先般閣議決定した未来投資戦略では、自動運転、ヘルスケア、デジタル画面などの重点分野における新しい技術の社会実装による生産性革命を通じ、ソサイティ 5.0 の実現を目指していくこととしており、IR のほかに成長戦略で目立たないといったご指摘もこれも当たりません。また、トランプ大統領との間において、米国の企業からの要望等に関する会話をしたことは一切ございません。IR による地方の活性化と地域経済への影響についてお尋ねがありました。日本型 IR は、我が国を観光先進国へと引き上げる原動力となると考えております。具体的には、これまでにないスケールと、クオリティを有する総合的なリゾート施設として、世界中から観光客を集め、日本各地の豊かな自然、固有の歴史、文化、伝統、食などの魅力を紹介し、来訪客を全国各地に送り出すことにより、IR が世界と日本各地とをつなぐ交流のハブとなると考えております。本法案においては、国際競争力の高い魅力ある IR 施設でなければ、区域整備計画の認定を行うこととしており、この日本型 IR の実践により、地域の活性化、さらには日本全体の健全な経済成長につながる滞在型観光を推進してまいります。ギャンブル依存
気象対策についてお尋ねがありました。IR 整備法案における日本人等に対する長期短期の一律の入場回数制限は、欧米やシンガポールなど、他国には例のないものであり、これに加え、相当額の入場料の負荷、利用者の個別の事情に即し、カジノ事業者に対し、本人、家族申告による利用制限等を義務付けるといった重層的かつ多段階的な措置を制度的に整備しており、他国と比べても厳格な措置を講じ、ギャンブル等依存症に陥る 人を生じさせないよう努めてまいります。また、政府においては、IR 推進法の付帯決議を契機として、IR 整備法を待つことなく、本人家族申告によるアクセス制限措置や、全国における相談治療拠点の整備、学校教育、消費者教育における指導啓発等の包括的な依存症防止対策を順次実行に移してきたところです。さらに、ギャンブル等依存症対策基本法案が昨日の内閣委員会において可決されるなど、ご審議が進められているものと承知しております。ギャンブル等依存症対策について、政府一体となって必要な取り組みを徹底的に講じてまいります。本法律案の審議のあり方や IR 制度導入の趣旨についてお尋ねがありました。昨年末に成立した IR 推進法においては、政府は同法の施行後1年以内を目途として必要となる法制上の措置を講じなければならないとされており、政府としてはこれに基づいて本法律案を国会に提出したものであります。国会の審議のあり方については、国会においてお決めいただくことであり、行政府の長として申し上げる立場にありません。日本型 IR は国際会議場や家族で楽しめるエンターテインメント施設と収益面での原動力となるカジノ施設とが一体的に運営され、これまでにないような国際的な会議ビジネス等を展開し、新たなビジネスの起爆剤となり、また世界に向けて日本の魅力を発信するまさに総合的なリゾート施設であり、観光や地域振興、雇用創出といった大きな効果が見込まれるものとされて、我が国を観光先進国に引き上げる原動力などと考えております。財源の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。国務大臣、石井啓一君。杉尾議員にお答えをいたします。カジノ利用客に占める外国人旅行客の割合及び IR の経済効果試算についてお尋ねがありました。我が国で整備することになる日本型 IR は、外国からの観光客だけでなく、国内観光客も対象とした総合的なリゾート施設であり、世界中から観光客を集める滞在型観光モデルの確立を実現することを目的とするものであります。カジノを含む IR の利用客の内外規律や経済効果につきましては、現時点では IR がどこにどのような形で設置されるかが不明であり、定量的にお答えすることは困難であります。いずれにせよ、日本型 IR として国内外を問わず、多くの来訪者を引きつけるような魅力ある施設を整備すべきと考えております。カジノ事業者の収益が海外に流出する懸念についてお尋ねがありました。IR はカジノ施設のみならず、国際会議場施設、展示施設等のさまざまな誘客施設を一体として整備することにより、世界中から観光客を集める滞在型観光モデルを確立をし、我が国を観光先進国に引き上げる原動力となるものであります。また、IR 事業者の法人税や地方税等に加え、カジノ行為、訴収益に対する 30% の納付金の納付によって、財政への貢献が見込まれます。さらに、IR 事業者は、カジノ事業の収益を新たな設備投資と、IR 事業の事業内容の向上や、都道府県等が実施する施策への協力に充てるよう努めることとするとともに、これらについて、国土交通大臣が毎年度行う評価の対象とし、評価結果を業務運営の改善に適切に反映させることを IR 事業者等に義務付けております。このような仕組みによりまして、カジノ事業の収益の確実な公益還元が図られることから、ご懸念のようなカジノ事業の収益が海外に流出するだけということには全くなりません。なお、IR 事業者の資本構成については、内外無差別となっておりまして、我が国の企業もさまざまな形で IR 事業に参画できるものと考えております。カジノ事業者による顧客への金銭の貸付についてお尋ねがありました。カジノにおける貸付業務については、IR 推進会議において、顧客の利便性向上のため、我が国においても諸外国と同様に認めるべきとされたところであります。これを受けて、IR 整備法案においては、カジノ事業者による
顧客への金銭の貸し付けについて、貸付対象を外国人非居住者または平均的な世帯の年間収入等から見て、相当の資力を有する日本人等に限定するとともに、貸付限度額を顧客の収入、その他の返済能力に関する事項を調査した結果、基づいて定めることを義務付け、その貸付限度額を超えて貸付することを禁止するなど、あくまで利便性の観点からのカジノ行為に付随した顧客への限定的なサービスとして、その必要性の範囲内で認めることとしております。もとより依存防止対策について、IR 整備法案において、IR 区域数の限定やカジノ施設の規模の制限、一つの IR 区におけるカジノ施設の数を一つに限定すること、日本人等を対象とした一律の入場回数制限や入場料の付加、依存防止規定に基づく本人、家族の申し出等による利用制限措置や、相談窓口の設置といった利用者の個別の事情に応じた対応、広告勧誘等の誘客時における規制といった重層的、多段階的な取り組みを制度的に整備しており、万全が尽くされているものと考えております。カジノ施設の規模規制についてお尋ねがありました。IR 整備法案においては、カジノ施設の規模を適切に制限しつつ、IR による観光及び地域経済の振興の効果を最大限に発揮させるため、カジノ施設のカジノ行為区画のうち、もっぱらカジノ行為のように供される部分の面積について、IR 施設全体の延べ床面積を基準とし、その一定割合以下に制限することとしております。カジノ施設の規模を制限するにあたって、上限を絶対値とする考え方もありえますが、これまで検討を重ねてきた結果、IR の立地地域や規模が未確定である状況では、その上限により、カジノ事業の収益を活用して整備される IR の施設規模が制限される可能性もあり、IR 整備法案の目的である国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するという目的の制約要因になりかねないため、絶対値規制を採用しないとの考えに至ったものであります。また、カジノ施設の規模を IR 施設全体の延べ床面積の一定割合に制限したといたしましても、現実の IR の経営においては、需要動向や施設維持等の観点から、おのずと設置、運営可能な IR の規模があると考えており、カジノ施設が無制限に拡大するとは考えておりません。カジノ事業者が行うカジノ行為にかかる賭博罪等の違法性阻却についてお尋ねがありました。IR 推進法の付帯決議では、IR 区域の整備の推進のために必要な措置を講ずるにあたり、目的の公益性等8つの観点から賭博の、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう、十分な検討を行うこととされております。IR 整備法案の実践過程においては、これらの8つの観点を踏まえた検討を行い、例えば、目的の公益性の観点では、カジノ収益の内部還元による IR 区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等、カジノ収益の国交等納付、社会還元を通じた公益の実現、運営主体等の性格の観点では、カジノ事業免許等に基づく事業者、その他関係者の厳格な管理監督、認定都道府県等と事業者が共同した IR 区域整備の推進による公益の追及を、それぞれ具体化した諸制度を整備しているところであります。このような IR 整備法案は、刑法が賭博を禁じている趣旨を損なうようなものではなく、法秩序全体の整合性は確保されているものであります。カジノ管理委員会についてお尋ねがありました。カジノ事業は、IR 事業の実施による公益目的達成のため、これまで刑法の賭博に該当するものとして禁止されてきた行為を、例外的、特権的に認めるものであります。そうしたカジノ事業を厳格に規制監督するため、IR 整備法案では、カジノ管理委員会は、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることを任務とし、独立して職権を行使する、いわゆる参上委員会として設置することとしております。IR 整備法案におけるマネーロンダリング、治安悪化、青少年への悪影響の防止策についてお尋ねがありました。IR 整備法案では、マネーロンダリング対策の観点から、犯罪収益移転防止法の規制対象にカジノ事業者を追加するとともに、同法の枠組みへの上乗せとして、カジノ事業者に対し、犯罪収益移転防止規定の作成を義務付けるほか、政令で定める額を超える現金とチップの交換等について、カジノ管理委員会への届出を義務付ける等の規制を設けております。犯罪防止治安維持の観点からは、都道府県等は、区域整備計画の作成にあたって、都道府県公安委員会と協議することとしており、またカジノ規制においては、暴力団員等のカジノ施設への入場を禁止するほか、カジノ事業者に対し、カジノ施設等における監視や警備の実施等の措置を義務付けることとしております。さらに青少年の健全育成の観点からは、
20歳未満の者をカジノ施設への入場を禁止するとともに、20歳未満の者に対する勧誘等を一切禁止するなどの規制を設けており、カジノに対するさまざまな懸念に対しては、万全の対策が講じられているものと考えております。法案成立に関する公明党からの要請の有無についてお尋ねがありました。一昨年末に成立した IR 推進法においては、政府は同法の施行後1年以内を目処として、必要となる法制上の措置を講じなければならないとされており、政府としてはこれに基づいて本法律案を国会に提出したものであります。なお、私は公明党を代表する立場にはなく、公明党に関するお尋ねについてはお答えする立場にはございません。辰巳幸太郎君。私は日本共産党を代表して、特定複合観光施設区域整備法案、すなわちカジノ実施法案について質問します。一昨日、文部科学省科学技術学術政策局局長が受託収賄容疑で逮捕されました。事実とすれば言語道断です。安倍内閣の下で公文書改ざん、隠蔽、財務省事務次官のセクハラなど、高級官僚による民主主義を根底から揺るがす重大問題が相次いでいます。綱紀粛正を徹底するといいますが、一連の腐敗の根っこには国政の私物化を進め、嘘とごまかしを続けてきた安倍総理自身の姿勢があるのではないですか。総理、その責任をどう認識していますか。森友新聞社に関わってお聞きいたします。我が党が明らかにした財務省と国交省が交渉記録の提出についてすり合わせた文書には、近畿財務局と理財局とのやり取りについては最高裁まで争う覚悟で非開示、大阪地検の刑事処分については鑑定も早くということで法務省に巻きを入れているなどとあります。これらが事実とすれば、法治国家としての前提を掘り崩すものであり、国会での徹底究明が不可欠です。ところが石井国交大臣は当該文書の存否について出処不明だとして、公表から3週間近く経っても調査を拒否しています。予算委員長からの異例の要請があったにもかかわらず、なぜ未だに調査すらしないのですか。隠蔽を続ける国交省は、公文書改ざん、虚偽答弁、隠蔽という前代未聞の不祥事を自ら解明する気はないということですか。総理は6月18日の決算委員会で、前もって通告をしていただければ、実際にもう一度、それが果たしてあるのかないのかということを調べられますと答弁しました。我が党はすでに文書を公表しています。総理、調査を指示しますね。明確にお答えください。法案について質問します。どの世論調査を見ても、カジノ解禁に反対する声は過半数を超え、今国会で成立させる必要はないが7割、自民党支持者の中でも6割に達しています。なぜこれほど反対が多いのか、総理の認識を伺います。反対が多いのは、いくら IR という言葉でごまかしても、国民の皆さんの中に刑法で禁じられた犯罪である賭博を解禁することへの不安や懸念、人の不幸を土台に経済成長という考えには到底納得できないからです。にもかかわらず、本法案は衆議院でわずか18時間しか審議されず、強行可決されました。さらに与党は会期延長してまで、今国会中に押し通そうとしています。政府・与党は、国民が懸念する法案をなぜこれほどまでに急いで成立させようとしているのですか。国民の反対世論がさらに広がるのを恐れて、あるいは来年に控えた選挙のために早く通したいと焦っているのですか。それともカジノとセットで進められている大阪万博に間に合わせるためですか。以上2点、総理をお答えください。私はカジノと万博を誘致するという大阪市舞洲を視察いたしました。
市の計画はカジノだけでは経済界からの投資を呼び込んだり、税金を使ったインフラ整備がしにくいから万博開催とセットで行おうというものであり、まさにカジノのための万博誘致と言われても仕方のないものでした。だからこそ大阪の知事や市長は万博開催前の2024年に何としてもカジノを開業するために今国会でこの法案を通してもらいたいと安倍政権に要請してきたのではありませんか。総理いかがですか。政府はカジノを作る目的を外国人観光客を増やし経済成長の目玉にするなどと言ってきました。しかしカジノなどなくても日本への観光客は増加しています。2011年から2016年の外国人観光客の増加率を見るとカジノのあるシンガポールは 124%、 カジノのない日本は 386% の増加率です。私が選出していただいた大阪では 595%。 ちなみに2017年までを見ると大阪の増加率は 700%、 7倍にも増えています。今外国人観光客は日本食やショッピング、文化遺産、自然、観光地が魅力で訪日をしています。おぞましいカジノなどなくても日本の観光も大阪の観光も十分発展している。今後も発展していきます。総理、国民が反対するカジノ建設などきっぱりと断念した方がいいのではない、ありませんか。先日の予算委員会で石井大臣はカジノに来た外国人観光客をそこから全国各地に送り出す送客機能を持たせる、だから観光振興につながると答弁されました。本当でしょうか。例えば大阪の計画では関西国際空港から舞洲のカジノまでの高速船を走らせ外国人観光客をカジノに囲い込む仕組みになっています。また万博会場の真横にカジノを作り万博に来た観光客をカジノに誘導する計画にもなっています。こんなことすればカジノでお金が吸い上げられて大阪各地を観光するお金などなくなり、各地に送客どころか本国に帰国させることにはなるではありませんか。これでは大阪の観光収入全体も減少してしまいます。どういう根拠でカジノに送客機能があり観光振興につながるのか、石井大臣、具体的にはっきり説明をしてください。大阪、北海道、長崎などカジノ誘致に手を挙げている自治体の計画はどこも集客見込みの8割程度が日本人です。カジノの本当のターゲットは外国人観光客ではなく日本人なのです。しかもカジノ事業を実際に行うのは経験とノウハウを持っている海外カジノ資本です。つまり日本人のお金を海外資本がカジノで吸い上げ本国の株主投資家に還元することになります。総理、これこそ究極の売国法案と言われても仕方ないのではありませんか。昨年9月1日大阪府知事、大阪市長とアメリカのラスベガスサンズのアデルソン会長が会談をしています。会談後アデルソン会長は IR 推進会議のカジノ施設の面積規制案に対し、これでは我々が望んでいたようなカジノを実現できないと批判し、面積上限が設けられてられれば投資を50億ドル以下に抑えざるを得ないと述べたと報道をされています。カジノ規制を緩和しなければ投資を減らすという脅しであります。実際に当初の政府原案にあったカジノ面積1万5000平米の上限は撤廃されました。今回のカジノ実施法案策定にあたり海外資本からの要望を受け入れてきたのではありませんか。石井大臣、お答えください。今回のカジノ実施法案は歴史上初めて民営賭博を合法化しようというものです。従来賭博は競馬や競輪など公営ギャンブルにだけ
認められてきました。それは公的な主体が行うなら収益の使途を公的なものに限ることや社交性すなわちギャンブル性のコントロールができると考えたからです。総理にお聞きしますが、粗利益の7割を民間業者が懐に入れる今回の民営賭博がどうして合法だと言えるのですか。法案が示す入場回数の制限や入場料を取ることと個々の賭博行為の社交性をコントロールすることは別のことです。民営賭博は社交性を高め、ギャンブル依存症を増やせば増やすほど儲かります。その民営賭博の社交性をコントロールすることなど不可能ではありませんか。石井大臣の答弁を求めます。本法案は強い違法性があるからこそ禁じられてきた民営賭博を違法性はそのままに解禁しようとするものです。今でさえ深刻な実態にあるギャンブル依存症をさらに増加させる前代未聞の悪法です。断固廃案にするべきだということを申し上げ、私の質問を終わります。内閣総理大臣、安倍晋三君。辰巳議員にお答えをいたします。国家公務員による不祥事についてお尋ねがありました。行政をめぐるさまざまな問題について、行政全体に対する国民の皆様の信頼を損なう事態となっており、行政府の長としてその責任を痛感しております。行政に対する最終的な責任は総理大臣たる私にあり、改めて国民の皆様にお詫びを申し上げます。再発防止策の徹底など、国民の信頼を回復するための努力を積み重ねとともに、選挙でお約束した政策を一つ一つ実践すべく、内閣総理大臣としての職責を果たしていく決意であります。もとも学園に関し、共産党が調査を求めている件についてお尋ねがありました。ご指摘の件については、先日の参議院予算委員会において、国土交通大臣がどういう対応ができるか検討したいと答弁しているものと承知しております。カジノを含む IR の導入に関する世論の状況についてお尋ねがありました。IR については、カジノばかりに焦点が当たりがちなことから、さまざまな弊害を心配する声があることは承知しております。カジノの設置については、依存防止対策、犯罪、治安、維持対策、青少年の健全育成対策として、厳格な入場規制や広告、勧誘規制など、重層的かつ多段階的な措置を講じているところであり、政府としては IR 整備法案の策定にあたり、その制度の大枠について、パブリックコメントや説明会を実施し、国民の意見を丁寧に伺う機会を設けてきたところであります。今後も単なるカジノ施設ではない、日本型 IR のイメージを具体的に共有させていただくための全国キャラバンを実施するなど、国民に丁寧に説明を行うとともに、依存防止対策などに万全を期しながら、世界中から観光客を集める滞在型観光を推進してまいります。本法律案の審議のあり方や、大阪における IR と万博との関係についてお尋ねがありました。昨年末成立した IR 推進法においては、政府は同法の施行後1年以内を目途として必要となる法制上の措置を講じなければならないとされており、政府としてはこれに基づいて本法律案を国会に提出したものであります。国会の審議のあり方については、国会においてお決めいただくことであり、行政府の長として申し上げる立場にはありません。なお、大阪の夢洲で誘致を目指す国際博覧会は IR と関係するものではありません。日本型 IR の導入の意義についてお尋ねがありました。観光は我が国の成長戦略の柱であり、安倍内閣ではビザの緩和など精力的に取り組み、外国人観光客は政権発足前の800万人から昨年は2800万人を超えることとなりました。共産党の皆様にも自公のこの政策を評価していただきありがとうございました。2020年には4000万人、そしてさらなる高みを目指していきたいと考えております。カジノ施設を含む日本型 IR は、国際会場や家族で楽しめるエンターテインメント施設と
収益面での原動力となるカジノ施設等が一体的に運営され、これまでにないような国際的な会議ビジネス等を展開し、新たなビジネスの起爆剤となり、また世界に向けて日本の魅力を発信するまさに総合的なリゾート施設であり、我が国を観光先進国に引き上げる原動力になると考えております。今後、成長戦略の一つとして、魅力ある日本型 IR を実践するために、依存防止対策などの課題に万全の対策を講じながら、世界中から観光客を集める滞在型観光を推進してまいります。売国法案ではないかとのお尋ねがありました。日本型 IR は、我が国を観光先進国へと引き上げる原動力となると考えております。具体的には、これまでにないスケールとクオリティを有する総合的なリゾート施設として、世界中から観光客を集め、日本各地の豊かな自然、固有の歴史、文化、伝統、食などの魅力を紹介し、IR 空域への来訪客を全国各地に送り出すことにより、IR が世界と日本各地とをつなぐ交流のハブとなると考えております。カジノによる収益の3割は国に納付され、社会福祉の増進や文化芸術の振興に関する施設にも充当されます。本法案はこの日本型 IR の実践により、地域の活性化、さらには日本全体の健全な経済成長につながる滞在型観光を推進していくものであり、売却法案との指摘は全く当たりません。カジノ事業の合法性についてお尋ねがありました。IR 推進法の付帯決議では、IR 区域の整備の推進のために必要な措置を講ずるにあたり、目的の公益性等8つの観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう、十分な検討を行うこととされております。政府における IR 整備法案の立案過程においては、付帯決議で示された8つの観点を踏まえた検討がなされ、特に目的の公益性や収益の扱いについては、カジノ収益の活用による IR 区域整備を通じた観光及び地域経済の振興や、カジノ収益の国庫等納付、社会管理を通じた公益の実現、カジノ収益の不当な外部流出の防止、運営主体等の性格については、カジノ事業免許等に基づく事業者などの厳格な管理、監督や認定都道府県等と事業者が共同した IR 区域整備の推進による公益の追求など、その趣旨に沿った制度設計がなされております。このように、IR 整備法案の内容は、刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却するようなものではなく、法秩序全体の整合性は確保されていると考えております。残余の質問としましては、関係大臣から答弁いたします。国務大臣、石井啓一君。辰巳議員にお答えをいたします。森友学園の国有売却についてお尋ねがありました。交渉記録の公表について財務省と国交省が相談しているものとして共産党から公表されている文書については、出典等が明らかではなく、どのような性格の文書か分かりかねますので確認を差し控えておりましたが、国会でのご議論も踏まえ、どういった対応が可能か検討をしているところであります。IR の送客機能についてお尋ねがあります。IR 区域の整備にあたっては、IR への来訪客が全国各地を訪れることにより、IR 区域の整備による効果を全国各地に波及させることが必要であると考えております。このため、本法案では IR の必要、必地施設の一つとして、各地域の観光の魅力に関する情報を適切に提供し、合わせて各地域への観光旅行に必要なサービスを一元的に提供することにより、国内の観光旅行を促進するための施設、いわゆる送客施設の設置運営を義務付けております。また、IR の区域整備計画の認定基準として、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現を図ることにより、観光及び地域経済の振興に寄与すると認められるものであることを定めております。この認定基準に照らし、国土交通大臣が区域整備計画を認定するにあたっては、IR への来訪客が周辺地域、さらには全国各地を訪れることを促す内容となっているかどうか確認することとしております。これらを通じまして、IR への来訪客が全国各地を訪れることにより、IR 区域の整備による効果が全国に波及する仕組みとしており、来訪客を IR 区域に囲い込んで、カジノのみでお金を使わせるようなことにはならないと考えております。
本法律案の策定にあたって海外資本からの要望についてお尋ねがありました。本法律案は IR 推進法及び両院内閣委員会の付帯決議に基づき有識者会議で検討を行い、パブリックコメントを通じて内外から多数のご意見をいただいた上で策定したものであり、特定の要望を受け入れて制度設計したものではありません。カジノ行為の社交性についてお尋ねがありました。 IR 整備法案では社交性の程度の観点に関し、カジノ行為の種類及び方法について、カジノ事業の健全な運営に対する国民の信頼を確保し、その理解を得る観点から我が国においても行われることが社会通念上相当と認められるものとして、カジノ管理委員会規則で定めるものに制限するほか、IR 区域の数やカジノ施設の数、面積の制限、カジノ施設へのアクセス等の制限、公正なカジノ行為の実施の確保を具体化した諸制度を重層的、多段階的に整備をしております。こうした社交性の程度をはじめといたしまして、IR 整備法案は、刑法の賭博に関する法制等の整合性を図る上で、検討すべき8つの観点を踏まえた十分な諸制度を整備しているものであり、刑法が賭博を禁じている趣旨を損なうものではなく、法治術全体の整合性は確保されているものであります。清水貴之君。日本維新の会の清水貴之です。党を代表して特定観光施設区域整備法案について質問をいたします。マカオやシンガポールなどの観光に力を入れている国や地域は、統合型リゾートが国際的な観光スポットとして注目され、多くの外国人観光客を集めています。統合型リゾートを活用することによって観光地としての魅力を高め、外国人観光客数を増やし、観光産業のさらなる成長が見込まれ、地方創生の大きな要因の一つにもなり、日本の国際的地位を高めることも期待されます。6月12日の歴史的な米朝首脳会談は、シンガポールのリゾート施設であるカペラホテルで行われました。シンガポールはリゾート施設に国際会議を誘致することによって国際的地位を高めてきました。日本も負けてはいられません。我が国も統合型リゾート施設を利用して多くの観光客を誘致し、国際的地位を高めていくべきであるという考えのもと、どのような施設がふさわしいのか質問をしていきたいと思います。まずはじめに観光戦略としての統合型リゾート施設についてお聞きをします。訪日外国人客が右肩上がりで増えている一方で、日本ではナイトライフが充実していないために、夜間の観光やアミューズメントを好む欧米系の観光客の需要を取り逃がしているとも言われてきました。公益財団法人日本交通公社による平成29年版アジア・欧・米・豪訪日外国人旅行者の意向調査によると、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアにおいては、統合型リゾート施設の関心の高さにはばらつきが見られたものの、統合型リゾートの中で利用してみたい施設として、ショッピングモール、ホテル、アミューズメント施設、温浴施設を挙げた人は、アジア地域ではおよそ 40%、欧米豪地域ではおよそ 30% を占めた一方、カジノを利用したいと答えた人はともに 7% と低く、両者の人気には大きな差があります。こうした外国人観光客のニーズを踏まえると、カジノも魅力の一つではありますが、カジノ頼みではなく、カジノ以外の施設の魅力を最大限高めることで集客力が増すと考えられます。統合型リゾート施設の整備にあたり、集客ターゲットや魅力ある施設作りへの思いについて、総理の考えをお聞かせください。次に、観光戦略における他国との差別化についてお伺いをします。先ほどご紹介した意向調査によりますと、観光先として検討した際に、日本と比較した国や地域として、アジアからの観光客は韓国を一番に挙げています。韓国は50年以上、統合型リゾート施設を運営してきた国であり、旅行先として日本が選ばれるためには、これらの国々よりもさらに魅力ある統合型リゾート施設を整備する必要があります。日本には風光明媚な観光地や歴史的な建造物が数多くあるので、これらの観光資源と統合型リゾート施設とが有機的な融合を図ることで、日本文化への理解を深めてもらうための強力な手段となりうるものと考えられますが、
観光地として実績を上げてきている国々と比較しても、より強い魅力を発する統合型リゾート施設とするための差別化はどのように図るべきだと考えますか、総理にお伺いをします。次に IR 実施法案に係る国民の意識について質問をいたします。今年3月に共同通信において実施された IR 実施法案に係る世論調査では、反対が 65.1%、 また4月に朝日新聞社が実施した実施法の今国会における成立の必要性についての調査では、 71% が必要はないとした結果が出ています。これは統合型リゾート施設においてカジノの床面積が 3% にとどまるにもかかわらず、ギャンブルやカジノに偏った印象を与えてしまっていることで、本来注目されるべき魅力ある施設について国民の間で理解が進んでいないことが背景にあると考えます。今後政府として国民に対してどのような周知啓発が必要とお考えでしょうか。カジノという言葉への反発や抵抗感もある中、統合型リゾート施設を核とした地方創生計画を国民の理解を得ながら進めるためにも、正しく内容を伝えていくことが必要と考えますが、総理、今後の周知啓発の方針はどのようなものでしょうか。本法案では統合型リゾート施設を設置できる認定区域整備計画の数の上限を3としています。しかし現在、統合型リゾート施設を誘致しようとしている地域は北海道、横浜、大阪、長崎などすでに3を超えています。当然選定の結果、誘致できない自治体が見込まれるわけですから、選定の過程は公平かつ透明性があるものが求められます。統合型リゾートは日本にとって初の取り組みであることから、事業性を計画の段階で評価するノウハウは積み上げられていませんが、どのような形で事業性を評価し候補地を選ぶのでしょうか。また同時に選定過程の公平性、透明性をどのように実現するのでしょうか。加えて区域整備計画の認定の有効期間が当初10年、更新は5年とされています。更新の際には認定時と同様に議会の議決を経なければならないため、事業者にとっては不確定要素が大きく、積極的な再投資が見込めない等の懸念が生じるのではないでしょうか。治安や依存症対策、インフラ整備といった経済的社会的効果は長期スパンで考えないと目的が達成されないと思われます。長期的な取り組みを前提とするのであれば、自治体と事業者が作る区域整備計画についても有効期限にかかわらず長期間をベースとするべきではないでしょうか。石井大臣の見解をお聞かせください。次にカジノ管理委員会について質問いたします。カジノ管理委員会はその指定するものに検定に必要な試験の実施に関する事務の全部または一部を行わせることができると定められています。カジノ設備の認定試験機関については公平性の担保だけでなく高度な専門性が必要と考えますが、政府としてどのような組織体制が必要とお考えでしょうか。総理にお伺いをします。次にカジノ免許について伺います。大臣より区域整備計画を認定されてから、事業者はカジノ管理委員会にカジノ免許を申請するとともに工事に着工できるようになります。事業者にしてみればカジノ免許が降りる前に投資に踏み込むことになりますが、その事業者にカジノ免許が降りる保証はありません。免許が降りなければ当然事業者は統合型リゾートの運営ができなくなりますので、大きなリスク要因となります。また逆に申請すれば必ず免許が降りるというのであれば、カジノに関する厳正な審査は望めません。この相反する要件をどう実現するのでしょうか。石井大臣、お答え願います。次にマネーロンダリング対策について質問いたします。第130